この価格帯での、最高の音質のオープンイヤー型のイヤホンだと思います。どうもこんにちは、クライフです。本日もご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、こちらのチャンネル史上初となんですけども、新商品のご紹介でございます。こちら商品はサウンドピーツの GoFree2 でございます。こちらは開放型オープンイヤー型のイヤホンとなっております。今回初めて発売前の新商品を触らせていただいて、非常にテンションが上がっております。実はクーポンコードもいただいておりますので、概要欄にありますので、ぜひ気になる方はそちらもチェックしてみてください。今回紹介する内容はこんな形です。まずはこちらの GoFree2、 こちらの概要をお話しした後に、今回はですね、僕が持っている他のオープンイヤー型のイヤホンと比較したいと思います。それがこちら JBL のサウンドギアセンス、ショックスのオープンフィット、こちらのイヤホンと比較していきたいと思います。比較項目は操作性、軽さ、音質、防水などを中心にお話しできればと思います。この辺のオープンイヤー型、開放型のイヤホンも最近は熱くなっている感じです。それでは行ってみましょう。それでは先に開封動画からお見せしたいと思います。まずペリペリを剥がすために後ろから開けていきます。そして箱を開きますと本体が出てきます。こちらは説明書とペアリングの仕方です。付属品はこちらのケーブルだけですね。 USB タイプ A2C のケーブルです。こちらが本体、本体にもペリペリというか包装がついてて、それを剥がすと本体が出てきます。はい、概要はこんな感じです。それではまずこちらのイヤホンの結論からお話ししますが、この価格帯での最高の音質のオープンイヤー型のイヤホンだと思います。もうすでに比較した後なんですけれども、他の2つのイヤホンは2万円台ということで、こちらはそれに比べるとめちゃくちゃ安くなっておりますので、この価格帯で考えるならこのイヤホンがいいんじゃないかなと思います。初めてのオープンイヤー型イヤホン、そんなのを検討している方はいいんじゃないでしょうか。それではまずこの GoFree2 の概要からお話ししますが、見てわかる通り耳を塞がないオープンイヤー型の耳かけイヤホンとなっております。音質としては申し分なくて 16.2mm のダイナミックドライバーを搭載しております。こちらによって低音も非常にいい音質で聞けるということらしいです。機能としてはマルチポイントを対応しております。これは最近のイヤホンでは、必須というか、ついていると嬉しい機能になりますね。それから通話時のノイズリダクション機能、それからゲームの低遅延モードなどもございます。この持ってみた感じも非常に軽くてですね、まあ例えるならショックスのオープンフィットぐらいの感じになりますね。サウンドピースはこんな感じでアプリがありまして、接続するとこんな感じで開かれます。でこんな感じでちゃんと、イコライザーもあるという感じですね。先ほども言いましたが、マルチポイント、ゲームモード、タッチキーを無効化する、そんな機能もあります。割とシンプルですね。こんな感じになります。私は低音好きなので低音を強く、これをオンにして聞いております。日本語の説明書も非常にシンプルで6ページぐらいです。こんな感じ、1、2、3、4、5、6という感じで、気になる方は一時停止してご覧ください。ペアリングもすぐできまして、操作に関しては右と左で分かれていまして、電源のオンオフが充電ケースを開いた時で、電源のオフはイヤホンを充電ケースに入れて蓋を閉じた時、この時に電源オフになるということです。手動でもタッチボタンを10秒長押しすれば電源オフにすることができます。で音楽の再生停止ですが、ダブルタップで再生停止、変わってる感じですかね。ダブルタップですね。でシングルタップは左耳で音量を下げ、右耳で音量を上げになっています。で曲送り、曲戻しは右のイヤホンを 1.5 秒ほど長押しすると直送り、左のイヤホンを 1.5 秒長押しすると曲戻しという感じになります。あとは電話を受け取るなどの作業ができたりします。まあ音楽聴き方はそんな感じですかね。はい、ざっとはそんな感じですけど、まあ続きまして細かいスペックなどを表にしましたので、ちょっとそちらでお見せしたいと思います。こちらの2つのイヤホンも同時に入った表がありますので、そちら見ていただきましょう。この辺に出してくれますけども、特徴的なところ、分かりやすいところに赤色を入れました。サウンドピースの GoFree2、 JBL サウンドギアセンス、ショックスのオープンフィットという感じで並んでいます。全てタッチ操作ですね。どのイヤホンもタッチ操作、ここで
押す感じで動作をします。はい、見つめるとこんな感じですね。サウンドピース JBL ショックスという感じです。開けた感じは、こんな感じ、3つはこんな感じですね。ゴフリッツ JBL ショックスという感じです。で、耳当ての感じもショックスと似てますね。ショックスと似たような感じになっております。 JBL は、ここはちょっと、まあ、硬いプラスチックのような感じで、この段階が踏めるような感じですけども、これはまあ、ショックスのと似てますね。形状もすごい似てるかなと思います。ショックスとこのサウンドピーツがめちゃくちゃ似てるというような感じですね。装着感を求めたい方はこのサウンドピーツいいかなと思います。で、ドライバー方式ですが、サウンドピーツと JBL、 こちらの2つは同じダイナミックドライバーを積んでいるようです。で、ショックスの表記はカスタマイズダイナミックドライバーという表記になってますが、これ、赤が JBL の方についてますが、これ聞いた感じで言うとやっぱり JBL の音質が一番いいという感じですね。JBL とショックスはこちらどちらも2万円台なので、まあ、順番付けするのであれば JBL が一番良くてショックスが次で、ゴーフリー2が一番最後という感じになってしまいます。これはもう価格帯の問題で仕方がないので、この価格でのサウンドピーツゴーフリー2の音質は非常にいいかなと思っております。Bluetooth バージョン、これはあんまり僕もわかんないんですけど、まあ、一番いいので 5.3 というのが積んでいるそうです。で、このバッテリー持ち最大持続期間ですけども、この価格なのに、実は一番いいのが高率となっております。まあ、この辺は音質とのバランスもあるかもしれません。長時間使い方はこの高率がいいという形になります。単体で9時間、本体を合わせると35時間持つということですね。1日以上持つということです。で、軽さに関してはこのゴーフリー2がオープンフィットとほぼ変わらないような軽さになっております。やっぱり JBL はちょっと重いかなっていう感じはしますね。まあ、そもそも大きいので、重いかなっていう感じはします。はい、じゃあちょっと重さを測ってみたいと思います。本体の重さでいうと、本体だけで 56g で、本体単体が 9g、重さは JBL、 じゃあ単体が 13g、 本体だけですね。59、シングルで 8.3g ぐらい、はい、なっております。で、全部 Type-C でマルチポイントはどれも対応してます。で、この IPX というやつなんですけども、 IPXX なんてだという表記もあれば IPX54 とかそういう表記があるんですけども、 IPX はこの2桁の数字を表記するもので、左のところが防塵で、右の数字が防水という数になっております。で、X の場合は表記なしということなんで、これ実は防水性能だけで言うと、この GoFree 2が一番いい、まあ、5段階になってますので一番いいということになります。防塵の記載はない、このが IPX5 になりますね。はい、いかがだったでしょうか。サウンドピーツ GoFree 2の紹介でした。どうだったでしょうかね。このイヤホンの魅力伝わっていますでしょうか。この価格帯ではかなりいい音質のイヤホンで、なんか安いので開放型、オープンイヤー型のを探している方はこれがいいかなと思いますので、ぜひクーポンコードもございますので買ってみてください。この価格でオープンイヤー型持ってるのはなかなかないので、個人的には戦略的にいいイヤホンなんじゃないかなと思います。このイヤホンいいなと思った方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございます。こちらのチャンネルではこういうガジェット、イヤホンとかのガジェットの話を中心にしてます。他にもカメラとか、スマホの話もしているチャンネルでございます。次の動画更新見逃さないためにもぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。皆さん今日もグッドライフを。バイバーイ。